はい、どうもカゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日はですね、カゴタススーパースター4への道の、番外編です。はい、ですね、ちょっとですね、とあるプレイヤーの方と、ランクまで当たりまして、で、ちょっと自分がですね、ちょっといろいろと大人の事情で、声が出せない、あとはですね、もう周りのちょっと音が聞こえるようなちょっと環境で、やってたんですよ。で、ちょっとね、急に、パチンコの台みたいな名前の方がいると思うんですけども、はい、ランクまで急に当たりましてですね、で、ちょっと自分では、動画撮れてなかったんですけども、実は小堂さんがですね、たまたま、どうやら感染をして、いたようで、でしかもフル尺で動画を撮っといてくれたんですね。なのでちょっと、そちらの試合実は音が入ってないんですけども、ちょっと後乗せで、はい、でほぼ実はですね記憶にないです、その時何を選択したかとか。はい、なんで実際見ながら、はい、思い出しながら、試合ね見ていければなと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、実はですね、セブンさんですね。はい、この方と当たりました。で、自分はいつも通りですけども、デバフで来ましたね。デバフ 30% ということで、はい、イヴァンゲルとかね、います。はい、ちょっとね、初めてかな？はい、ということでやっていってます。はい、で、いきなり、ナトゥレーザにね、高浮きでボールが渡ってしまうという展開からでしたが、ここはもうね、シュート一択だったんで、もうブロックね。で、初段なんで、止められるだろうということで、はい、無事に石崎君顔面ブロックで止めてくれました。ここからどう展開したか、覚えてないです。はい、右サイドですね。はい、で、頭の上越えるでしょう。で、はい、石崎から翼くんじゃない、葵くんにね、出してますね。で、葵くんはね、ここはご利用するはずなので、ということで、パスを選択しております。はい、これが、抜けて、さあ、どこに行くかというと、はい、ここでシュナイダー。ね、イヴァンゲルね、封印がありましたと。で、ただここはね、はい、パスカットを止められてしまうと。しょうがないですね。あ、ちなみにこれスタンプね、結構押されてるみたいなんですけども、噂でスタンプが多いっていうのを聞いてたんで、自分は非表示でやっておりました。はい。なんで、ここで初めて見ます。で、やっぱここのラインのコントロールが非常にうまいですね。さすが。はい。ここは一気にピンチの状況となっております。で、ただ、ナトゥレーザー、しょっぱなね、オーバーヘッド打ってますんで、スタミナがもう結構削れた状態なので、ここは若林くん初段ということになりますんで、まあ、割と大丈夫かなと思いながらね、次の展開は一応考えておりました。はい。で、天然のね、銀クリということで、ここは、はい、なんとかキャッチ。で、ここからですね、さあさあさあ、ピエール君。で、ピエールから、はい、ここでレビン君に出します。でね、ここなんすよね。ちょっとね、はい、ちょっと見ていただきたいんですけども、まずここはもうね、完全にじゃんけんですと。ただレビン君ね、スタミナ満タンなんでどうかなと思ったんですけども、読み勝って、これ抜けました。なので、1対1の状況になっております。で、ここ実はね、シュナイダーに出したかったんですよ。より確実に点数欲しくて。そしたら、シュナイダーくんが引いちゃったんですよね、なぜか。なので、ちょっとね、ここがね、シュナイダーが実は1個下がってしまって、はい。残念ながら2マッチと。いや、レビンくんで打っとけばよかったかな。もしくは、こう、シュナイダーが下がらないでそのまま上がってくれてれば、これね、かなりチャンスだったんですよね。
で、これ本当やらかしちゃいました。ピエールに出すかシュナイダーに出すかと思ったんですけど、どちらも下がっちゃったんですよね。で、これシュートね、打ってますけども、これね、やっぱ残念ながらエリアの外だったはず。はい。吹き飛ばしますが、残念ながらこれはエリアの外。ペナルティエリアシューター乗ってないと。ねえ、ちょっとここがね、ほんと、いや、チャンスだったんですけどね、やらかしちゃいました。はい、もうね、パーセンテージ的には圧倒的に不利という状況になっておりますんで、これはね、キャッチされてしまいました。残念。はい、ほんとここ、一番悔やんでます。ここはね、覚えてます。はい、で、カウンターですね。で、ナトレーザと石崎で、時間44分となっているところ、最後ですね。でもここはじゃんけんですね。で、自分はもうね、タックルかな。はい、ドリブルを予想していたと思います。で、しっかりとね、読み勝っておりますが、なんとここでファールと。いやー、ここも不運でした。はい。完全にね、読み勝っても、取った、これで前半終わると思ったら、残念ながらね、ファール。で、ロベルトでどこに、どう出してくるの？まあ時間がないのでね、ここは、はい、もうね、多分スタミナ削るという意味もあったと思うんですけども、ね、ではロベルトもね、スタミナ削った方がいいですしね。で、若林のスタミナも削りに来てるというところかと思います。はい、テロベルトね、スタミナゼロになってますけども、まあ、最大火力にはなってますけども、まあエリアの外ですしね、まあ、そんなに、怖い位置ではない状況ですね。はい、で、ここで、まあ、封印されていますけどもね、はい、パーフェクト SGGK キャッチですね。これは無事に、はい、とりあえずね、なんとか前半はこれで終了という状況となっております。はい。で、まあ割と全般的にね、スタミナも、はい、削れていない状態だったんでね、後半、このままやっていくはずです。はい。で、お相手は、だいぶね、ロベルトとナトレーザがスタミナ削れているような状況ですけども、まあ、ロベルトはね、削れてていいんでしょうけども、さあどうするかというところです。デバフが確か30パスね。はい。で、デバフガードが14かな、ついてるんで、絆的にはちょうど同じぐらいかな、ちょっと自分の方が上だったはずですね。16引いて、あ、29.5 とか、そんぐらいか。はい。ではありましたけども。で、自分はですね、右と左を対面変えたはずです。はい。で、ただお相手がここでね、一気に5名選手を変えてくるということで、はい。一番ね、右側と左側変えてるんですよ。はい。で、はい、美咲くんから頭越えて、カルツに渡る。カルツから美咲。で、ここは裏狙って、イヴァンゲルと、はい、マッチと。イヴァンゲルじゃないや、カルツですね。お相手も面を変えてきましたね。で、ここは、じゃんけんですね。はい、だいぶ悩んでます。はい。で、全力つけて、相手も全力をつけてきます。で、ここはね、ちょっとワンツー選んだんですけども、残念ながら読まれてしまいました。はい、得意のスタンプ。はい、で、相手の攻撃。で、ここは、翼くんが弾いてくれるんですけども、クリスマン、拾われまして、はい、で、クリスマンファスですが、ここは今度は、はい。葵くんがね、自動パス化で止めてくれます。
はい、でその後の展開は、はい、右側ですね。でこれね、出し先を、はい、自動パス化がねちょっと怖くて、出せずに、あとラインコントロールがね、ちょっとこっちもうまくいかずにですね、3人にもマッチされてしまうという形になりましたんで、もうここはもうやむを得ないんでね、まあ、ドリドリドリっていうのもちょっと考えたんですけども、まあ、スタミナも考えてとりあえずワンチャン狙ってパス出しております。はい、で、お相手も確かパスカット来ているはずですね。はい、でここで取られてしまいます。はい、でここから今度相手のねカウンター、翼くんとゲーテで、これラインをちょっとこっち上げたのでピエールがオフサイドポジションに出てるんですよね。はい、なのでまあタックルに行ってますね。はい、もうここはね、多分ピエールがちょっと下がってたらもしかしたらパスで来たかもしれないんですけども、ここはちょっとラインコントロールうまくいきました。で左サイドシュナイダーに出したんですけども、ここは今度逆に自動パスカットに引っかかってしまいます。はい、自動パスカット多いとねやっぱ嫌ですね。で相手石崎からゲーテ、ゲーテがシュナにマッチで、ただ石崎くんがねなんとここまで高い位置まで上がっていてくれてましたので、はい、ここはね、ドリブル、じゃなくてタックルパスカットですね、で読み勝ってますが、なんと抜かれると。このパーセンテージ抜かれちゃいました。はい、なのでこの先、はい、抜かれ、だからこれね緑ゲージちょっと広めだったんでね走ってくれましたけども、でタイガーボランから今度は逆に取られてしまうと、ちょっとグダグダですね。はい、でライン上げましたので出しました。ここははい、なんとか、青井くんがねパスカットしてくれまして、今度は左かな、レビンかな。はい、で、ここでね、確かドリブルを選んだと思うんですけど、まだスタミナがちょっと多めだったので、でお相手がまだスタミナこちらもねちょっと多めなんで、ここは読み勝っててもダメでした。はい、でここから今度は相手はサイドね、シュナイダーにマッチしてくると。で、まあ、時間が43分だったか。はい、でこちらはちょっと余裕がなくてですね、ちょっと他のことやってたんで余裕がなくて、時計とか全然見れてなくてですね思いっきり確かパスカットかなんかを選んじゃったはずです。で相手はもう、時間ないので、はい、こんな感じでシュートを打って、はい、ここでね後半が終わるはずですね。はい、これ終わってます。ここでね、後半が終わってで、まあ、なんとかね 0-0 のまま、延長戦突入という状況となっております。はい、やはり悔やまれるのは前半の、ね、ちょっとレミン君がね、ピョンしたところなんですけども、はい、ここはね自分の方はですねちょっとここもね、あまり考えてる余裕がなくてですね、実はシュナイダー変えちゃったんですよ。でこれはねちょっと後々考えて、やっぱシュナイダースタミナ低かったんでね出しとけばよかったのかなっていうのもあるんですけども、まあここはもうねしょうがないです。はい、でお相手クリスマン対、自分の方でリバウルさんですね。でここは確かタックル選んだかな。はい、で、確か読み負けてるはずです。はい、そうですね。はい、でここで出されて、はい、相手が青井くんかな、あ、ゲーテまで行ったんですね。でさ、この辺のねパスはやっぱりこう頭の上を越すことをねだいぶ狙ってスムーズに出されちゃってますね。でここはね自分はライン下げたんですね。なので、はい、水崎くんがなんとか、自動パスがね間に合ってくれました。はい、延長後半になります。ここからまずリバウル
でリバウールから後ろに出すかな、はい、カルツで、カルツからまたリバウールで、ただここね、ま、ツーマッチされちゃったんですよね。マークつけられてました。いやー、クリスマンだけだったらね、ちょっといけるかなと思ったんですけども、こう読まれてましたね。はい、で、もうしょうがないんで、ここは、パス、はい、全力つけて、お相手も全力ついて、パスを出すと思いますですね。ただここはもちろん、タックルパスが来てますんで、相手ね、読まれていると。ただここは弾く、で、カルツ拾う、で、ピエールに出す。はい、で、ここでじゃんけんなんですけども、ミサキがもう外しちゃったので、ドリブルか、一瞬これ、レビンにね、パスもちょっと考えていたんですけども、ここはちょっと勝負したくてドリブル選んじゃいました。叩いてね、二軸り乗ってます。ここでね、取られてしまいました。残念。はい、では相手のカウンター、三崎から、でここもラインコントロールやっぱりうまいんですね。はい、ここはやっぱりね、スムーズですよね。こう上げて引いてみたいな。で、ここはもうピエールに出す。で、ピエールから、ボランに、まあ、マッチするだろうというところは、まあ、予測、大体できてましたので、ボラン、じゃないや、ピエールに、マーク、カルツのマークディフェンスをつけているはずです。はい、これね、読み勝ちに乗せるために、ボランにマッチするだろうというところは読めてましたので、ここですね。で、ここも、多分、打たないと思ったんですよ。ワンツーかなーっていう予測でした。はい、なので、パスかパスかにしたかな、確か。はい、で読んだんですけども、弾いちゃったんですね。まあ、ただここは読み負けていたら多分やられていたと思いますんでね。ここはまあまあ、はい、本当はここでね、取れてたら終わってたんですよね。はい、で、これコーナーで最後、一緒に下げて終了ということで、なんとか 0-0 で、試合をね、終了することができました。はい、まあ、一矢報いるというかね、はい。まあ、なんとか食らいついたというような展開でございました。はい、ということで、実はこの CR7 さんでした。はい、急にね、たたりました。で、まあ、運も味方した部分はありますけども、まあ、引き分けにね、終わることができましたということで、本日は以上で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録のもよろしくお願いいたします。それではまた。